はい、皆さんこんにちは。面白雑談系の見て思った話、クロサギ第2話ですね。平野紫耀さん、黒崎見事に演じきっていますよね。いいですね。この黒崎自体も平野紫耀さんの本当にこの魅力いっぱいのところが出ているんではないかなと思って見ています。まあそもそも、平野紫耀さん、他の番組でやはり天然的なアイドルをやっていますよね。キャラクターと言いますかね、あれが非常にこの親しみを覚えて、 K 君も平野紫耀頑張れよっていう感じでいつも応援をしています。で、今回のクロサギのこの黒崎、そのギャップがですね、非常に魅力的に思えるのは僕だけではないんではないかなと思ってるんですね。タノピーとの比較対象とかのいうお話も載ってはいるんですけども、ヤマピーはヤマピーの良さがあり、平野紫耀さんには平野紫耀さんの良さがある。共にこの比較をするんではなくて、もう一つ一つのこのクロサギ自体を見ていければ、楽しめればいいんではないか。どうですかね。これに対していいねと思う方はまた高評価一つ上げていただければ嬉しいです。今回の黒崎、その敵は心を利用した詐欺。出会わせや好きな人と出会わせることができますよみたいなね。いや、これにはちょっと心惹かれるかもしれませんね。あなたの好きな芸能人に会わせてあげますよと、そう言われたらどうですかね。いや、そうか、本当かなって思いつつも、やはりそれには絶対裏があるので、皆さん気をつけましょう。そんないい話はないのかもしれないと思ってかかった方が、この時代はいいんです。必ずいろんな詐欺が横行していますからね。いい話にはトゲがあるっていうことは昔から言われていますから、もう芸能人、その推しの芸能人と会わせてあげるなんて言われたら、ってなってしまうのも、わからないでもないですが、そこは慎重にやはり判断して、こんな話ないよねって思えるぐらいの気持ちで言っていただければと思います。まず200万までつぎ込むのにわかるだろうっていうのは、この被害者のミチルなんですよね。そしてそのミチルとの相談で会った黒崎、喫茶でその相談を受けるんですが、いやー、その平野紫耀さん、甘いもんめちゃくちゃ好きやんっていう感じですね。黒崎クレームブリュレを食べて美味しいっていう幸せそうな顔。いや、それだけじゃなかったでしょ。その横になんかプリンアラモードごときみたいなものの、スイートも一つ置いてやったから、二つ食べるんかいみたいな感じの黒崎を演じている平野紫耀さん。いや、そこ可愛いですよね。しかし、ここからなんですね。平野紫耀さんのいいところ、黒崎の魅力の話を聞いた黒崎は、法の目をかいくぐる金銭を奪うその白鷺をに対して、このミチルにこう言うんですね。俺が食ってやるよっていう、あの時のあの平野紫耀のあの目です。ここで言いたいのは、クレームブリュレを一口食べて美味しいと言っている黒崎と、被害者ミチルに対して最後に言うことは、俺が食ってやるよって言っているあの目の輝きとの、この黒崎のこのギャップ、いや、この魅力がすごいなっていうところを見ていただきたいなと思っています。そして今回は、黒崎家族の敵に土下座で懇願、黒崎誕生秘話というところのシーンを語ってみたいと思いますね。一見この穏やかで親子のような関係に見える三浦友和さん演じている葛城、三浦友和さんが演じていますから、奥様はあの山口百恵さんですよね。非常に素敵な夫婦で、壮行で品格がよく美しいじゃないですか。その三浦友和さんがこの葛城を演じている、その葛城は実は詐欺のフィクサーでもある。このアンバランスがまた妙に魅力を醸し出しているんではないかなと思って見ています。その元々の平野紫耀みたいなものと、そして黒詐欺の平野紫耀を演じているもののこのアンバランスで、三浦友和さんのこの三浦友和像みたいなものと、そしてこの葛城のこの
ワルを演じているこの三浦友和さん、このギャップがまたたまらないというところが、この今回のクロッサギの魅力でもあるんではないかと思いますね。しかし互いの腹の内は見せることは決してないんですよね。まあ一定の距離感というのをまあ保っている感はあります。でもこの複雑な、まあ、師弟関係を築いている黒崎と葛城なんです。で先週ではこの葛城が企業セミナー詐欺の、まあ、ノウハウをあの坂東彌十郎さん演じる御木本に教えた張本人であったということが判明しましたよね。そして今回第2話のこの冒頭です。その事実は黒崎自身も知っていたんですよね。いやこれはですねびっくりしましたね。いや黒崎知っていたんだ、知りながらつらぎに親父って呼んでるんだ。で葛城は黒崎のことを黒って呼んでるじゃないですか。何も心を割った2人だろうと思ってはいたんですが、いや実は違っていたんですよね。で黒崎は葛城を家族の仇と承知した上で、今回自分を詐欺師の道へ導くよう、あの土下座で懇願するあのシーンですね。いや見応えありましたよね。髪を濡らしながら手をついて葛城に土下座で懇願するあのシーンです。壮絶すぎるし、そしてその思いはいかなる思いで頭を下げきっていたのかと思った時に、ふと豊臣秀吉の側室になったあのチャチャのことをと思い起こしてしまいましたね。まあチャチャといえば、父浅井長政なんですが、まあ、戦国時代のことですが、織田信長そして家臣の豊臣秀吉に滅ぼされ、柴田勝家と再婚した母一は豊臣秀吉に滅ぼされ自害をしてしまった。いやチャチャにしてみれば父母を自害に追い込んだ親の仇、これは豊臣秀吉ですよね。その豊臣秀吉の側室になるというその気持ちはどんな気持ちでなったのか、いやこの黒崎の思いとこのチャチャの気持ちの中には相通ずるものがあるんではないかなとふと思いました。最後に一言、刑事の柏勝井之脇海さん、人の顔を突然殴るのは傷害事件ですよ。それではまた皆さんお会いする日までごきげんよう。さようなら。チャンネル登録よろしくお願いいたします。